ゆっくりしていってね。ER 算数ウーロン茶、今日新作戦、解説のゆっくり霊夢です。ワンツーサンシーサンピン茶、ボンジョル新作戦、解説を聞くゆっくりのマリサだぜ。さてさて年明け一発目の動画だけど、なんと新兵器を差し置いて新作戦だよ。騙して悪いが、趣味なんでな、うぷさせてもらう。というわけで気になる第2回の作戦名は、エミュー戦争だよ。なんだこのコメディ映画のタイトルみたいな名前は。正式な作戦名が不明だからね、仕方ないね。もし知ってる人がいたら教えてほしいぜ。さてこのエミュー戦争、一言で言うとエミューの駆除作戦だよ。珍作戦、珍作戦ってなんだ。珍しい軍事作戦だよ。これもうわかんねえな。戦争の流し目ストーリー、こいつは軍隊が導入され機関銃を用いて行ったという点でたの害獣駆除作戦と一線を画する存在なんだ。捉え方によっては軍事作戦と言えるような言えないような。細けいことはいいんだよ。そんなエミュー戦争の説明に移る前に、エミューについて簡単に説明しておくね。敵を知り己を知ればなんとやら。エミューは体長 1.6 から2メートルの飛べない鳥で、ダチョウの仲間だよ。飛べない鳥はただの鳥だ。どちらかというと飛ぶ鳥の方がただの鳥なんだよな。性格はおとなしく、食性は雑食で何でも食べるよ。今何でもって？また非公式ながらオーストラリアの国鳥だよ。国鳥を機関銃で駆除するスタイル、ロックだぜ。一応希少種ではあるけど、数が多いから絶滅危惧種とかではないみたい。で、味は？赤身の肉が結構うまいらしいよ。では作戦の内容に入ろう。遡ること1929年、世界恐慌の荒波はオーストラリアにも襲いかかっていたよ。やめてください、死んでしまいます。当時西オーストラリアで濃厚に勤しんでいた在郷軍人と退役軍人たちもその例外ではなく、割と懐事情に困窮することになったんだ。問題のスケールが身近なせいで辛さが地味に伝わってきて嫌だぜ。そして彼らは来ただが、エミューなんだな。これがエミューには繁殖期を内陸で過ごし、その周辺と共に沿岸部へと移動する生態があるんだけど、1932年にそのルートと開拓地とが偶然にも重なってしまったんだ。人間と野生動物の生活圏が重なる不幸の予感だぜ。というわけでおよそ2万頭に及ぶエミューの大群が到来し、農家たちはさらに困難な状況に立たされることになるよ。平和な退役軍人の村に大群のエミューが。エミューたちはオーストラリアの乾燥した大地と違い、十分な給水がなされ、豊富な作物が実る開拓地がこれ以上ないほど良好な生息地であることに気づいてしまったんだ。まあそうなるな。そして当然耕作地を食い荒らし始めるよ。ですよね。エミューの強靭な脚力の前に従来の柵はまるで役に立たず、それどころか大きくこじ開けられて、エミュー以外の動物にまで侵入を許す事態に陥ったよ。電気柵、電気柵を使おう。イノシシすら防げない施設がなんだって。あいつら土掘って下をくぐり抜けるからずるい。一方の収穫物を略奪され生活苦に拍車のかかった農家たちは業を煮やし、とある退役軍人が代表として国防大臣に直談判したよ。なぜ国防大臣に？農業大臣が信用ならなかったらしいよ。おう。彼は従事した一次大戦における機関銃の有用性から機関銃によるエミュー駆除を要請したよ。突撃する兵隊を投げ払う感じに害獣の群れを駆逐したい。まあ気持ちはわからんでもない。これを聞いた国防大臣はエミュー駆除は良い射撃訓練になるとの根拠のもと、いくつかの条件をつけて快諾したよ。不幸にも射撃訓練の標的となったエミューたち、国防大臣に告げられた作戦の条件とは、銃は正規の軍人が扱うこと、食費、弾薬費、宿は農家側が提供すること、部隊の輸送にかかる経費は西オーストラリア州政府が負担すること、この3つだよ。割と妥当だった。これは政府が農家を支援していることをアピールすることが目的だったって説もあるけど、真偽のほどはわからないよ。農業大臣が信用されてないことも合わさって妙に生々しいぜ。そんなこんなでルイス機関銃2丁と弾薬1万発を装備したオーストラリア陸軍砲兵隊重砲兵第7中隊が現地入りしたよ。殺伐とした開拓地に颯爽と砲兵隊が。しかし長雨の影響でエミューが広範囲に分散してしまっていたために作戦は延期。雨の収まった同年11月になってから開始されたよ。一回休みなんやな。余談ながら当時の新聞記事によると、部隊には警備兵隊の防止用にエミューの皮100枚を持ち帰れって命令が出ていたとか。
駆除個体の有効利用は良いが、果たして機関銃で仕留めたエミューの皮は防止作りに向いているのだろうか。これがわからない。部隊とエミューとのファーストコンタクトは11月2日で、機関銃の射程外に50頭程度のエミューを発見したよ。いたぞー、いたぞー。現地民が機関銃の射程にエミューを追い込もうとしたところ、細かい群れに分散して逃走し、それを追う形で行われた掃射はほぼ効果がなかったよ。エミューに追いつけるわけないだろ。その後執念深い追撃で頭数不明ながら多数のエミューを仕留め、同じ日に遭遇した別の群れの掃射でも数十頭を射殺したよ。しつこい、さすが砲兵隊しつこい。その後11月8日まで作戦は継続され、2500発の弾薬が発射されたものの、1000頭以上の群れを目の前に機関銃が故障するアクシデントや予想外の地域へエミューが移動していたこと、そしてエミューの轟音に反応して走り回る生態と、負傷してなお衰えないエミューの機動性が合わさり、極限定的な戦果しか上げることができなかったよ。特にエミューのあまりのしぶとさは、指揮官だったメレディス少佐をして、戦車の不死身さを持って機関銃に立ち向かえると評するほどだったみたい。うわ、エミュー強い。轟音を煮やした指揮官が自動車の荷台に機関銃をくくりつけ、エミューを追いかけながら射撃を実行したものの、エミューは散らばったり隠れたりと的確に回避するわ。銃手の方は揺れでろくに狙いがつけられないわ。で、一頭も仕留められなかったよ。何の成果も得られませんでした。結局駆除されたエミューの頭数は負傷のままで、少ない資料では50頭、多いもので500頭とかなり揺れているよ。まあ間を取って300弱ってとこか。それでも多い気がする。唯一幸いと言えるのは、作戦中に死傷者が出なかったことかな。流れ弾とかあるし、エミューに蹴られたら普通に重傷になりかねんしな。この惨々たる結果は地元メディアによって否定的に報道され、そこに代議員からの協議を受け、国防大臣は部隊と機関銃を撤退させたよ。やっぱりエミューには勝てなかったよ。しかしエミューによる作物への被害はとどまるところを知らず、農家たちの要請を受けた国防大臣は再び作戦の決行を承認したよ。ついに国防大臣の意にまで被害が。なお州には機関銃手が不足していたため、先ほどの部隊が現地にトンボ返りさせられた模様。なんか気の毒だぜ。11月13日に再開された作戦は12月2日まで継続され、最終的に9860発の弾薬を消費し、986頭を射殺したと報告されたよ。なんか986が揃ってるとこに怪しさしか感じないんだが。とりあえず毎週100頭は硬いっぽいよ。そうすっと100頭かける3週間で、うん。これに加えて重装が原因で死亡したエミューが2500匹いたとされているよ。全部本当だとしても、まだ8割以上残ってる件について。それな、そんな作戦の結果と評価を総括すると、馬鹿げている？国費の浪費、そして、希少種の殺戮、に尽きるよ。知ってた。なお農家には経費として24ポンド、現在の日本円にしておよそ20から30万円が要求された模様。この絶望的な費用対効果よ。ちなみに同地域の農家は1934年、1943年、1948年にも軍事支援を要請し、すべて却下されているよ。どんだけ犬嫌いなんだよ。まあしょっちゅう作物食い荒らされたら頭にも来るじゃん。ハンターを雇う。ちなみに同時に行われた農家への資金援助が普通に功を奏し、生活面での困窮は多少マシになったみたい。よかった、エミューによる食害で餓死する農家はいなかったにゃ。というわけで今回はここまで。無駄に壮大な害獣駆除作戦、いかがだったかな？エミューに機関銃積んだら強そう。たちゃんかかな？では、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょうだぜー。